大人でもこれ使いたいなと思うようなすごいいいカーブだったんで、シュートを上げるっていうのが一つ楽しさとしてあるっていう話、リリースするポイントが変わってきたっていうのと、まあハンドリングしやすいっていうメリットもあるんですけど、それの連動の動作ができるまではシュート綺麗に上がっていかないと思うんです。皆さんこんにちは、杉正人です。今回も YouTube ご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはアイスホッケーのスティックについて第6話、子供向けアイスホッケーのスティックの選び方後編という形でやっていきたいと思います。僕の動画ではプロでアイスホッケー選手をしてきた中で、自分で用具のメンテナンスやセッティングというものを行ってきました。そこで得た知識や経験をもとに皆さんに向けてフィードバックしていければと思ってます。はい、という形でですね、アイスホッケーのスティック企画第6話、子供向けスティックの選び方後編というのをやっていきたいと思います。でですね、前回の前編第5話で言った話は、まあ大まかに見ると浅い内容だったので、今回もうちょっと深掘りした話を後編でやっていきたいと思います。で、2つに分けてやっていきたいと思うんですけど、まずブレードですねとシャフトのフレックスっていう形で、どれを選べばいいのか、どういう適性があるのかっていうのを、お伝えしていければと思ってます。で、最初にですね、まず、ブレードの話をします。で、ユースから、ジュニアまでのスティックがあるんですけど、ユースっていうのは20っていうフレックスになってます。で、そこから30から50っていう形で、ジュニアのスティックがあるんですけど、まあ、その中でブレードの話なんですけど、ユースですね、一番小さい子供たち、幼稚園とか小学校低学年の1年生2年生とかが使うスティックに関して、20っていうフレックスがバウアーであるって話したんですけど、その中の曲がりに P92 っていう世界で一番売れてるスタンダードの曲がりっていうのがあります。これは中あのスティックのブレードの中でも癖がなくて、一番真ん中というか癖がない形のブレードになってて、もう一個あるのが P01 っていう曲がりになってます。で、これが新しくバーバーが出した曲がりなんですけど、すごい遠カーブなんですよね。で、28よりも遠カーブで、ブレード自体も長くて、デュアルライじゃなくてまっすぐブレードが着氷するような形になってます。で、この曲がりなんですけど、なんで、そういう曲がり出してきたのっていう話を聞いたんですけど、で、それはなんかアイスホッケーが楽しく子供の頃始めるにあたって、シュートを上げるっていうのが一つ楽しさとしてあるっていう話があったんですね。で、こうすくい上げてパックを上に上げるっていう動作を子供たちやると思うんですよ。まあ多分大人から始めた方とか大学生から始めた人たちも、どうしてもシュート上げたいからこうすくい上げる動作とかやると思うんですよね。で、それを子供の頃にやりやすくするっていう形でブレードを出してるらしいです。で、これなんですけど、まあ今クイックリリースのフレックスをすごい使ったシュートの打ち方になってて、ブレードのリリースのポイントっていうのも昔は根元にあったんですけど、今はもう真ん中から頭の方にかけて打つシュートっていうのがもう主流になってます。その中で頭の、なんで頭カーブに変わるかって言ったら、そこが一番リリースするポイントが変わってきたっていうのと、まあハンドリングしやすいっていうメリットもあるんですけど、まあそういった形でブレードのカーブっていうのも近年どんどんどん変わってるっていう形になってます。で、今ユースのスティックとか40のフレックスにもその P01 っていうカーブあるんですけど、これから徐々に増えていくんじゃないかなと僕自身は思ってます。で、その、カーブっていうのが、まあ、子供の頃のその楽しさとかを伝えるためのカーブかもしれないんですけど、まあ僕自身大人でもこれ使いたいなと思うようなすごいいいカーブだったんで、まあ今回紹介するんですけど、で、次ですね、シャフトの話していきたいと思います。シャフトのフレックスですね。で、シャフトのフレックスなんですけど、前回20からあるって僕は話したんですけど、まあその身長と体重ですね、によってフレックスっていうのも適性が少し変わってくるっていうメーカーが推奨するものがあるので見ていただきたいんですけども、大体ですね、20っていうのはもう子供が小さい頃っていうか、もう幼稚園とか小学校低学年とかから始まっていって、50のフレックスになると、中学生ぐらいの、そうですね、小学校上がって中学校、まあ、3年生とかはないと思いますけど、中学校ぐらいまでが、まあ、そのジュニアのスティックを使うと思います。で、適正のフレックスっていうのが、メーカーが推奨するのは一応こういう風に出てはいるんですけど、これ見ていただいて、大体自分のどこの位置に当てはまるかっていうのはわかると思うんですよ。ただ、それが全てではないっていうのを、今回もお伝えしていきたいと思います。これスケートの時も、フィット1、フィット2、フィット3とかのその、話もしたんですけど、全部が全部その人に当てはまるかといったら個人差っていうのは必ずあるんで、そこを勘違いしないでほしいなっていうのは僕は一つの、なんて言いますかね、伝えたいこととしてあります。で、
やっぱりスティックっていうのは一回使わなきゃわかんないですよね。で、子供とかに一回使ってみて、それの前後でどういう風に次変えていくかっていうのは2本目になって3本目になっていくと思います。いきなり1本目から大当たりすることっていうのはなかなかないと思うんで、使ってってどん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 徐々に自分の好きなものも選んでいけばいいですし、カーブとかもそうなっていくと思います。まあ、ただ、そのバーワーの今回紹介した P01 っていうカーブは他のメーカー今ないので、今後どうなっていくかわかんないですけど、でも売れると絶対他のメーカーとかも出してくるんで、その辺は、まあ大丈夫なのかなと思います。あとすごく難しい話というか困る話とかもあると思うんですね。昔、この曲がりがあったんだけど、いきなり次の年になったら品番消えていくことがあると思うんですよね。だそれがちょっと大変なことにはなるとは思うんですけど、これからの時代ですね、だんだんそういうのもメーカーによって残ってたりとかすると思うんですよね。だそうなった時とか困ることとかもあるとは思うんですけど、遠回りに関しては今のところ消えていかないんじゃないかなと思っているので、僕は大丈夫だと思うんですけど、昔スタンダードだった P02 とかこうヒールからオープンしていく塔が角張ったブレードとかもなくなっちゃいましたし、 P106 っていうブレード、いやリンデンとか昔言われてたブレードとか、あとタッカーとかもなくなってきましたし、その根元曲がりがどん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 消えていく時代になっていくので、これからは遠曲がりに合わせた、そういうシュートの打ち方とかバックハンドとかもそうなんですけど、合わせ込んでいくのも一ついいのかなと思います。まあ、僕自身はセンターとかのプレイヤーに関してはバックハンドとかもすごく大事になるんで、ニュートラルなさあんま曲がってない曲がりの方がいいのかなと思ったりもするんですけど、まあ、遠曲がりでもバックハンド綺麗に扱えるような選手であれば問題ないとは思うんですよね。だからその辺をやっぱりスキルも身につけていくっていうのがすごい大事になっていくので、そのおろそかにしてはいけない部分っていう、バックハンドをおろそかにしてはいけないとかもあるとは思うんですけど、そういうスキルの練習とかも大事にしながら新しいテクノロジーに合わせていくっていうことも非常に大事になってくると思います。だからまあ子供に関してはですね、最初シュート上がんないのは連動の動作ですね。シュートにするにあたって体重移動だったり、肩のローテーションだったり、股関節のローテーションとか、で手首のその返す場所とか、オープンフェイスにした後にクローズフェイスで閉じてくるとか、いろいろあるんですけど、それの連動の動作ができるまではシュート綺麗に上がっていかないと思うんで、そういうスキルの練習も、やっていく必要があると思います。いつまで経ってもこうすくって上に上げてるようなシュートだと、強いシュート打てないですし、やっぱりちょっと遠く離、ゴールから少し離れた位置とかでもすごい速いシュートを打てるようにする、スキルの練習っていうのは非常に大事になっていくので、幼少期にそういう練習をちゃんとやっていればどん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 成長していくと思いますし、シュートを打ってゴールを決めることが成功体験として楽しくて次につながっていくと思うので、ぜひですね、練習もちゃんとやってスキルの練習をして、用具もそれに適正に合わせたものを選んでいくっていう形でやっていってほしいと思います。あくまでもですね、用具ファーストになってスキルの練習をおろそかにするっていうことをしてしまうと大変なことになっていくので、これは特に大人の方に多いと思うんですけど、そこは本当に気をつけてやってほしいと思います。まず練習をしてスキルを身につけて用具をちゃんと合わせていくっていう形でやっていけばいいと思いますので、今後ともですね、練習とかも頑張っていただきたいなと思います。はい。という形でですね、今回の動画はこの辺で終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。